ジャンシャル・ル・レオナール・シモンド・ド・シスモンディは、フランスの経済学者。フランス最後の古典派経済学者であり、国家による社会改良を求めたことから、経済的ロマン主義の祖と言われる。また、ドイツの思想家、カール・マルクス及びフリードリヒ・エンゲルスが表した、共産党宣言の中でシスモンディを、少子民的社会主義の主領としている。スイス・ジュネーブの生まれ。 もともとは自由主義の立場であり、1803年の商業の富についてで、アダム・スミスの国富論を紹介するなど、自由主義を擁護していた。しかし、イギリスで強行間の当たりにして、自由主義に懐疑的になる。そして、1819年の経済学新原理の出版を機に、古典派経済学批判の立場に回り、イギリスのデビット・リカードやフランス古典派の、 ジャンバティスト・セーラと対立するようになった。強行論における過少消費説などで知られる。同時大臣のトマス・ロバート・マルサスに必して評価されることは少ないが、価値論や強行論の研究でカール・マルクスの先駆者であり、マクロ・キンコーロンの研究でジョン・メイナード・ケインズの先駆者であったという評価も最近ではなされている。ありがとうございます。